はい、こんにちは、バルーンアートマニア S です。今日はこちら経路の群像を作ってみたいと思います。作り方はいつもと一緒ですね。この辺はね、ポイントはやっぱり川ですね。目が難しいです。頑張って描いてみてください。じゃあ早速作っていきたいと思います。まずは体、足から手と足を作ってみますね。ここをいっぱい残してくださいね。はい、まず手を作って、足を作って、足を作って、手を作って、白ですね。ちょっとだけお腹のここですね。これ初めから結んでもいいですね。そしてお腹を作って、ここで結びますね。ちゃんと結ばないとね、後々取れちゃうんで、巻きつけるだけじゃなくて結んだ方がいいですね。しっかり結んだら残りはここですね。そして頭を作ります。こうやって見てね、違和感がない大きさであればいいですね。これぐらいちょうどいいですかね。これも結んだ方がいいですか。はい、で、あまりはゴールデンドットっていう色ですね。黄色でも大丈夫です。好きな色で作ってみてください。まずここに、ね、絡めましょうかね。ここに絡めて取れないようにして、
タッチを整えて、こんな感じですね。押して、あとは難しいです、絵を描くだけです。まずこんな感じで、ね、白いとこをね塗って乾かしましょうかね。乾かした後に黒をと赤をね付け足していきます。はい、目が描き終わりました。こんな感じですね。可愛く描けましたね今回は。初めに見せた方はね、口と目が離れすぎてますね。これぐらいがちょうどいいですね。これちょっと離れすぎました、ね、こっちの方が可愛いです。皆さんも可愛いケロロ軍曹を作ってみてください。難しいです、顔が。はい、ではまた来週。